おはようございます。おはようございます。新大阪。新大阪。何ですか急に。熊本に。熊本に。人生ってなんか楽しみあった方が面白いじゃないですか。どでかい夢だ。でかいと思わないですよね僕は。これにしよう。これにします。これ美味しいです。てか駅弁買うんですね。はい。意外ですね。駅弁で大混乱。船また初ですよ。乾杯しますか。その前にまだ熊本行く目的を教えてくれないですか。お楽しみで。人生ってなんか楽しみあった方が面白いじゃないですか。車掌室は6号車です。お疲れ様です。今から飲むビールって美味しいっすね。そうですね。なんかいいな、これは。これ美味しいんですよ。美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。この紙なんですか。英語の宿題です。超簡単な中学生英語。中学生からやってるんだ。すげえ簡単なやつ。これやってる。英語喋れなさそうで英語喋れたら、うん、かっこいいじゃないですか。かっこいいことしたいだけなの。喋りたくないですか。でももう30超えちゃったし、もういいから。始まった始まった。人生損してますね。僕はもうずっと常に夢を追いかけてるんで。すごいですね。40歳からの限界で。年齢なんか飾りですか。マジで。何回も読んで今思ったのが変で知っとくわ。自分大好きです。共鳴で人を引き寄せる。無駄にするした偶然出会いを持つ。続いて車内のご案内をいたします。うわ、まさに俺の心の中の声だもんな。自由席は乗車の方が駅の確認までお知らせください。書いてんのな。自分の中ですげえ明確化してるんですよ、これ。どでかい夢だ。でかいと思わないんですよね、僕は。マジで。めちゃくちゃいいっすよ。自己啓発本みたいな。いや、全然違います。潜在意識を使いこなすための本です。普段人間って潜在意識で動いてるんですよ。潜在意識。もう自分の意識で動いてるんですけど、はい、この潜在意識って使いこなすようになるとめっちゃ強いっていうことはこの本に書かれてて、本当に目的を持たないでただ生きてたらいいことはないんですよ。ちょっと喉渇いたなと思って、その時に、あ、なんか買おうと思ってこれ取ろうとしたけど16社取った。これはもう潜在意識で実は決まってたんですよ。っていうような。分かったような分からないような。もうこの話いいですか。着きましたね。あっという間でした。いやいや長かったっすよ。どこ？熊本。
どこ向かうんすか？ホテル。あ、ホテル。すげえ。わ、すごい。やらしい。いや、これはもう女の子と一緒に入りたいですね。もしかして熊本に女性がいるんですか？いや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 、いないですよ。あ、いないんだ。でもやっぱ何があるか分かんないじゃないですか。何があるか分かんないよね、なんか今日一日で。はい、だってもしかしたらね、その女の子と一緒に帰るかもしれないし。あ、そのためのツインですか？何かがあった時のための。おお。やっぱりちょっとお城行きますか。ちょっと待ち合わせしてる人間いるんですよ。あ、そうなんですか。はい、アキラ待った待ちました。どうしてアキラさんここにいるんですか？いや、一緒にちょっと視察ですね。そうです、熊本に。あ、視察。そうなんですよ。笛付きのお店を出すっていう。あ、そうです。あ、なるほど。地方出店で。それで城で待ち合わせしてたんですね。そうなんですよ。だこの中にお店を出そうかっていう、熊本城の中に。ちょっと観光します。でもせっかくだから、もうでも加藤清正子はちょっと顔、はい、の作りがいかついな。怖い。そう思った。めっちゃ怖いなと思った、ね、しかも見られてる感じしない？うん、めっちゃ怖いわ。あ、山うに豆腐ってなんか漫画で見たな。あ、もうこれ閉まってな。閉まってますもん。今ちょっと閉める準備してるね、うん、これ全然いないですよ。いない、もう終わりっすね、多分。山本を買いたかったな。せっかく来たのに。どれだかゼロ。冬月ここに出すか。めっちゃ米だった。おいしい。うん、え、あの小田さんの。おお。クソお世話になりました。いただきます。うわ、めっちゃ来るこれ。今日は飲み明かすんで。